とはですね、高校時代にやってまして、他のメンバーも社会人になってからも、バンド活動をやってきたんで、今日は余興ということで、バンド演奏を、したいと思います。ちょっと私がですね、今日のために、作詞作曲して曲を作ってきましたので、温かく聴いていただければと思います。それでは聴いてください。ゆうやから。実はですね、私が歌いたくてちょっとですね、奥さんにサプライズで私が歌うためにですね、ちょっと茶番を打ってもらいました。ですね、と言いますのも、私、沙織さんにプロポーズをしてないんです。でですね、テレビやので、プロポーズのシーンが流れるたびに、ああいいな私をこんなこと言われたかったみたいなことをずっと言われるんですね。でこれから長い夫婦生活ですから、ちょっと心で一発ちゃんとプロポーズしてもうそういうことを言わせないぞということで、ちょっとプロポーズの代わりに一曲演奏させてください。
見つけました。ありがとうございます。友人の完全バックアップによるサプライズでした。せっかくなんで沙織さんから、プロポーズの返事をいただきたいと思います。今ならまだ間に合います。やだって言え。ありがとうございます。ぜひこれからも一緒に2人でやっていきましょう。もう一度盛大な拍手をお願いします。